としていつも同じ場所でし諦めずに消える足場に挑戦するけどそう軍で下に落ちるよ相手の二度も流れ分楽に向こうの岸まで繋ぐけど何回やっても何回やっても Airman へ倒せないよあの竜巻何回やっても避けれない後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる何もレンタも試してみたけど竜巻相手じゃ目がないだから次は絶対勝つために僕は遺憾だけは最後まで取っておく少ししかないそしていつもそこで悲観か